今回もブリックリグスですね、やっていきたいと思うんですが、今回はこちらの線路マップで列車を改造してですね、最速の列車を作りたいと思います。とりあえず適当なやつを入れて、あ、出てきた機関車ですね。これはこれにロケットエンジン詰めるかな。こんな形にして、で下方向に向けるやつと横方向ですね、それやればかなり安定すると思うんですよね。こうかな。でさらに上向きですね。下向きか。こんな形で、あら、こうかな、くっついてるかな。スタートレイン01でいきましょうか。はい、これでちょっと行ってみましょう。あー、これ早そうだな。あ、いいですね、いいですね。いや、でもこれちょっと調節しながらやればできそうだな、ちゃんと。いやー、でもちょっと安定性ダメだ軽すぎんのかな。ちょっと軽すぎる気がするな、これ。最速トレイン難しそうだな。もう一回。ちょっとした間浮いちゃうんですよね。もっと車両がくっついてた方がいいかもしれないな。1両編成だとかなりきつそう。全然スピード上げられない。2、300キロは出してみたいですよね。脱線しそう。カーブ無理でしょこれ。あはは、ダメだ、カーブでやっちゃった。車両変えましょう。こうかな。うん、これはなんかいけそうな気がするな。これで行ってみましょうか。お、着いた着いた。よし、ちょっと行ってみましょうか、これで。やばい、押さえつける力が強すぎるかも。あ、でもいいかもいいかもいいかも。安定してますね。ちょっと全力で行ってみましょうか。あ、早い早い。いけるいける。あ、めちゃくちゃ早いですね。あ、やっぱ列車は安定しないですね。スラスター、これ2個なくても、このままの加速で行ったら早いかもしれないな。なしでそのまま行ってみましょうか。動くか。動くは動きますね。こっちのが安定しそうだな。でも速度が出ないか、これだと。なんかのイベントで出てきそうですね、こう。火柱を上げながら。かっこいいな。意外と見た目はかっこいい。あ、安定してる。すごい安定してますね。ああ、いいじゃないですか。120。でもなんか120超えるともうダメな気がするな、構造的に。あ、早い早い。やっぱこれがいいかもしれないですね。突然脱線した。いけそうですね。やっぱ120超えるともう線路の構造的に脱線するんだな、きっと。各車両に1個ずつですね、ブーストつけてやってみました。多分これ厳しいだろうな。
これで行ってみましょう。早いだろうけど、ああ加速は早いですね。これ無理でしょ。あ、早い早い、200キロ行きそう。なんか撒き散らしてる。あ、入った。これ楽しいな。これいいですね。これ最速チャレンジ行きましょうか。すごい吹っ飛ぶ。めちゃくちゃ早く行きますね。あー早い。ちょっと待って、そんな早く壊れちゃう。相当早く行けんな。ここから速度アップ。あーダメだ。さっきのが一番うまくいってたら。完全にバグってますね。エンジンが止まらなくなっちゃうんだこれ。途中で切り離されると。なんか飛んできた。まだ回転してますね。常にオン状態になってるから、どこまでも飛んでっちゃうぞあれ。どこまでも飛んでってる。そう、ある程度まではゆっくり行った方がいいですね。加速性能は分かったんで、あと途中まではゆっくりめに行って、こっから加速していくか。早い早い。あーダメだ。ハハハハ。あー全然ダメ。これに爆弾も積んでみよう。どれだったかな、エクスプローシブ。これでいきましょうか。これでそのまま加速していこう。これ良さそうですね。あー早い。あれ吹っ飛んだけど。どうなのこれ。お、いけ。あーダメだ。早かった、吹っ飛ぶのが。爆発物いいですね。普通にどこまでいけるかやってみましょうか。どっかで最速チャレンジできそうだけどな。100キロぐらいだったら余裕でしょう。これがやっぱ全然いけますね。揺れ始めてる。ちょっとどこまであるのか見てみましょう。ああ、ここも直線か、結構な。100キロぐらい維持するのが一番安定してますね。あ、やばいかも。あー一番後ろが脱線しちゃった。速度がどんどん落ちる。戻らないかな。あー後ろが、あいいかもいいかも。これでこれ外せるはずなんで、ちょっとこれも外しとくか。ちょっと待ってくださいね。よしよし、いけた。一車両だけになりましたね。あ、安定してるかもこれ意外と。あ、これ一番安定してんな。おお、あこんなとこあんだ。ここいいじゃないですか。あ、ここで一番加速できるな。
早い早い、300キロ超えたい。あ、ダメか。落ちよう。この橋いいじゃないですか。ここまで持ってきたいな。で、ここで最速チャレンジすればいいですね。燃えた燃えた。これちゃんと直線になってから徐々にスピード上げていきましょうか。よし、来た。じゃあ直線で最速チャレンジですね、行きましょう。行け。徐々に上げていきましょう。300キロは行きたい。あ、いい感じかも。いけ、もう行っちゃえ。ダメだ、やっぱ200超えると浮いちゃいますね、どうしても。もっと必要なんだろうな。落ちていく。ひどい。はいはい、これだけついてれば安全でしょ。これで速度出してみるか。こんだけあればいけるでしょう。だいぶ下向きスラスターですね。数増やしました。これでちょっと飛ばしてみましょう。おお、いいいい感じいい感じ。フル加速でいけそうだぞこれだと。あやっぱフル加速は無理か。登れないかもこれ。わあ、行っちゃった。あ、うわあ、そっからスタートになるのこれ。ダメじゃないですか。最後は登れない。140キロぐらいで。ダメだ、たどり着かないなこれ。スラスターつけすぎの問題ありですね。あんまつけすぎても不安定なんで。ちょっと汽車ですね、 2両編成なんで、こっちの方がまだいけそうな気がするけどな。重っ。あ、早い早い早い。いいですね。あ、すごい早い。あ、これいけるな。300出るかも。あ、カーブだけど、カーブなかったらいけたな。ひどい。ひどいな、これは。カーブなければいける。300出る、これ。よし。この車両で行きましょう。これいける。300キロ出せる。まずあそこまで行かなきゃいけないですけどね。直線すごい安定性ありますね。ああ、これ後ろにすごい車輪がついてるから安定してるのか。車輪の数多いですもんね。なるほど。300キロ出しましょう。サスペンションが効いてるのか、すごい揺れますね。ここ常にスピード出しとかないと登れない。はいはいはい、スムーズスムーズ。もうちょいですね。
フル加速でいけるでしょ、この車両だったら。よし、来た。よし、じゃあ、加速していきましょう。300キロですね。徐々に。最初はちょっとゆっくり行きましょう。よし、フル加速で行こう。行け !300 目指して。いける。200キロ。早い。260。300。299が最高か、これ。300いった。やりましたね。300キロいった。最後飛んじゃったけど、よかった。300キロ。無事に出せました。